10位は、ブラジルのグラフィッチ、はい、そうですね、僕はボルスブルグの時に、フォワードとして一緒にやったんですけど、うまくはないけどめちゃくちゃ点を取るっていうか、でスピードもあるし体も強いしっていうので、その年得点を30点かなで取ったんですけど、まあ、重戦車みたいな感じでしたね。あ、すごいなっていうのはありました。まあ、体がでかい、速いっていうのはやっぱディフェンスもでかいから、まあ、それに対抗できるっていうのはすごい良かったんだろうなとは思いますけどね。30点取れるっていうのは何かが特別ないと取れないので、そこはグラフィッチには体とスピードっていうのはやっぱ持ってたなっていうのは思いますね。はい、9位はコオロギ晋三ですね。まあ、彼は、まあ、フォワードとして、まあ、何でもできるっていうか、パスもできるしキープもできてシュートもうまい、しかも身体能力もあってヘディングでも強いっていうのをこう一緒にこうやったりとかね、対戦したりして思ってたので、本当にまあ素晴らしいフォワードだなっていうふうに思います。まあ、160何点取ってますけど、まあ、それぐらいの持ってるポテンシャルを持ってるんだなっていうふうには思ってました。やっぱそれは何でも持ってるからだと思いますね。本当にただストライカーだけだとやっぱ苦しむ部分もありますし、まあ、点が取れない時だったらキープをして人を使ってでゴール前に入っていくっていう、そういうプレーもできるので、まあ、それがあったからこそ安定して得点が取れたんじゃないかなと思います。次、西澤明則さんも本当大先輩で、セレッソ大阪の時には本当にもう一番お世話になって、いろいろサッカーのことも教えてもらいましたし、でも明さんはこう絶対これはヘディングで反らすだろうっていうのも胸トラップしてチームに人に中盤につないで、で最後ゴール前で、何ですかね、このシュートは絶対打てないっていうのもボレーシュートをしたりとか、無理やりアクロバティックなシュートとかをね結構やっぱ決めてきたので、ああさすがだなっていうふうにやってて思ってましたし、練習中からやっぱ結構ストイックですごい部分があったんで選びました。いや、もう兄貴って感じの人で、ああ見えてもすごい頭がすごく切れて、いろいろなことを考えてますし、僕がプロになってそのプロの厳しさっていうのは西澤明さんにもう全て教わったので、はい、感謝しますね。タイプがでも違ったんで、その参考にすることっていうのはあまりこうなかったんですけど、こう言われることだったりっていうのは、本当にゴール前でアウトサイドを使うなとか、インサイドだけにしろとか、インサイドのやっぱ癖でアウトサイドとかで使ってしまうんで、それでミスすればゴール前で得点を、ね、1点損する可能性もあるので、確実性を求めなさいって言われて、それが19歳の時言われて、もうそこからアウトサイドっていうのはほぼほぼ使わなくなったんで、本当に使わなくてよかったなっていうふうに思いましたし、まあ、そこはねずっと引退するまでは忘れなかったですね。2人とも試合の日に遅刻して、前日の移動で遅刻して、まあ、それで、まあ、監督に怒られて、まあ、その試合で、自分が2点取って、で秋さんも2点で決勝ゴール取って、5対4の大逆転勝利をした試合、遅刻してよかったなって今でもその話はします。ハーランド、まあ、今は、まあ、最近の選手なんですけど、身長も高くてスピードもあって、しかもただのストライカーじゃなくて人も使えるっていう、人のためにそのコースを開けてあげるっていうプレーもできる選手なので、なんか本当に全てを持ち合わせてるなっていう選手ですね。見ててハーランドにボールが入れば何かするんじゃないかなっていうふうにワクワク感があるので、非常に楽しい選手ですね。やっぱスルーパスっていうのもやっぱり一回降りて
で中盤から裏に飛び出た選手にスルーパスしたっていうのを見て、あ、こういうプレーもできるんだ、もう本当無敵だなって。まあエンバペ選手ですね、まあ、エンバペ選手はなんですかね、あれだけスピードがあって一人でゴールまで持っていける、で自陣からでも一人で運んでゴールまで持っていける、まあ、しかもパスもできるっていうのがやっぱあるので、まあ、ディフェンスからすればパスも出される、出されて食いつけばその裏をギャップを使われるっていうのがあるので非常に捕まえづらい選手だと思うし、あれだけスピードがあればサッカーが楽しいだろうなって見てて思いますね。もう有利ですね、もう余裕持てますから、その分ディフェンスはやっぱバタバタしてしまうっていう、状態になるので、あれだけスピードがあって ある選手はどこにいても優位に立てる選手だと思いますね。いやもう安定しますよね、多分ワールドカップとかよりそのチャンピオンズリーグとかは多分厳しいと思うし、まあ、その中で、普通にやっぱ自分の持ち味を出して、で、ね、ワールドカップ、まあ、とかだと完全にエムバペを抑えたいので研究してくる中でもそれを上回るプレーをしてくるので止めれないんじゃないかなって思いますね。で、まあ、海外で言ったらそんなに若くないので、まあ、本当若い時から試合に出てて経験もやっぱいっぱいしてるので、まあ、あれが多分海外では普通なのかなっていうふうに思いますね。まあ、なってくるんじゃないですかね、なってくると思うし、まあ、怪我さえなければ多分なってくると思いますけどね、まあ、楽しみですよね、どこまですごい選手になるのかっていうのは。イブラヒモビッチ選手ですね、まあ、彼は大きな口を叩いて周りを注目させてそれを黙らせるような、すごいプレー、すごいゴールをこう決めてきて、るので、僕的にはこう性格的になんか似てるなっていうのも思いながらも、こうボールを持てばワクワクさせてもらってたので、非常に好きな選手でしたね。やっぱりなかなかそうやって言うっていうのもやっぱね、周りの批判とかもあるんで言えない人が多い中で、もう全然普通に言って、そこでやっぱ点を取らなければね批判されますけど、それを黙らしてきたので、そういうメンタルっていうところ、まあアーミーで多分裏ではすごい練習をして、やってきてると思うので、まあそういうところはすごいなっていうふうに思いますね。まあ自分が結構選ぶのはもう何でもできるような選手が好きなので、まあ選ぶ位置も本当でかい中でヘディングするところをトラップしたりとか、しかもアクロバティックなシュートを決めたりとか、何でも持ってますよね、あの選手は。まあ、ドリブルがこうすごいってわけじゃないですけど、そのディフェンスのずらし方ですよね、キックフェイントで切り返してとか、であと股抜きをしてとか、そういう発想っていうのは持ってたので、そこがやっぱ他とは違ったと思います。なかなかもう出てこないでしょうね、ああいう選手っていうのは。ああいう選手がやっぱどん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 出てきてほしいなっていう、そうすると注目もありますし見てみたいっていうのも出てくるので、本当に貴重な選手だと思います。ルーニーです、まあ、ルーニーはルーニー選手もキープもできてシュートもうまい、その中でパスもできる、でディフェンスのところでも諦めずにどこまででも追いかけてっていうのを見てて気持ちいいなっていうのもありますし、一緒にこう一回ワールドカップ前に親善試合イングランドとした時にもルーニーがディフェンスのところまで戻ってくるあの迫力っていうのはちょっと怖いものがあったので、やっぱさすがだなっていうのはその時思いましたね。そうですね、こう見てて本当に何でもできるっていうのはこう見てて、ああこう参考にするところもあるなっていうふうに思ってましたし、身長もねそんなにでかくないのでこう似てるなっていうのはありました。海外の人って結構そういう人たちはメンタルが強い選手が多いので、その中でもやっぱ強い方かなっていうふうには
こう見てて思いましたけど、日本人は優しいんで削りに行くことはないんですけど、やっぱルーニーとか俺とかとりあえずまず削りに行くんで、そういう選手っていうのは怖さっていうのはやっぱ感じましたね。僕はルーニー削られるんじゃないかなっていうのが最近やっぱ出てくるので、その時にはもう判断がやっぱ遅れてミスをする、もうそういうところもやっぱルーニーのやっぱ勝ちなんで、そういうのはねなかなか出てこないと思います。アグエロ選手ですね。もう彼は得点能力に優れているというか、こうかなりスピードが速いわけじゃないんですけど、スルスルっと抜けて、やっぱシュートパンチ力だったりシュートのうまさっていうのはちょっとずば抜けてたかもしれないです。やっぱシュートセンスじゃないですか。シュートセンスとやっぱりこう体の使い方がうまいっていうか、あんだけプレミアはでかい点数が多い中で、あの体であそこまで点が取れるっていうのは、体の使い方がうまくないと、多分ずっと怪我のままかもしれないし、多分そういう抜くとこと行くとことっていうのがこう分かっていた選手だと思いますね。やっぱ身長ちっちゃい選手、大きい選手にこう、あすごいな、うまいなっていう選手には行きますけど、よりちっちゃい選手は自分とやっぱダブらして見てしまうので、やっぱそういう選手はこう見てて楽しいなっていうふうに、どうなっていくのかなっていうふうにこう見てしまいますね。いや全然動かなくても全然いいですね。そのディフェンスの動きを見てこっちは判断すればいいので、だからそれができない選手は自分から動いてしまってぶつけられて吹っ飛ばされるっていう選手がやっぱ多いんですけど、それを分かってる選手はもうぶつからないようにどう動いたところはやっぱ見ないといけないので、そこは大事ですね。動けばいいっていうもんじゃないんで。日本人はスピードがあるからじゃないですか。で日本人の長身の選手ってスピードがないんで、長身の選手がなかなか活躍できないっていうのは、ディフェンスも日本人ってやっぱ速くて規律を守って真面目なんで、いくら身長が高くて高い選手でもやっぱ追いつかれていく、追いつかれてしまう。であとヘディングの時でもちゃんと普通にすれば全然長身フォワードが勝つんですけど、一人だけでやろうとしないんで、日本って挟み込んでとかそういうことをやってくるので、やっぱ本当ずば抜けないと多分長身選手っていうのは難しいかもしれないです。2はロマーリオ選手ですね。このロマーリオ選手は僕は一緒に対戦したことないんですけど、やっぱりこうサッカーを始めた時に、身長も低くて94年のアメリカワールドカップの時に初めて見て、わこの選手を真似したい、こういう選手になりたいっていうのをこう目標ができたので、いつもこのロマーリオを参考にしてこうやってきましたね。やっぱこの飛び出しだったりボールを持った時にどこを見てるのかな、やっぱ常にキーパーを見ながら、プレーをしてたので、だからキーパーが前に出たループを狙うしっていう、そういうプレーも何度も見ましたし、まあ得点感覚っていうかね、そういうとこと、あと悪いとこが大好きでしたね。ボール持った時のこの柔らかいタッチだったりっていうのもやっぱりずっと見てましたね、はい、バルセロナの時ですかね、なんていうの、なんかドリブルでこう抜いたんで、すごい抜き方したゴールですかね、わからん、名前がわからんから、インサイドで、インサイドで、そうですね、はい、そうですね、牛の尻尾とかです、ああそうですね、あれはすごかったですね、悪い系が過ぎですはい、そういう選手じゃないと見てて面白くないんで、だからあんまり今いないから多分全く見ないと思います。何を考えてるか分かんないっていうのがあるし、こう持って、まあ、退場するのも別にいいし、イエローもらうのもいいし、なんかワクワクさせてくれるっていうか、でその中で点も取ってくれるっていうね、そういう選手がやっぱ多いですよね。ロナウド、ブラジルのロナウド選手、まあ、これ対戦して、僕はフォワードだったんで対戦することはこうぶつかることはなかったんですけど、このフォワードの位置から
後ろからロナウドを見てた時に、本当にマジョルカにはこう、まあ、2メーター近くで100キロ以上超えたディフェンスがいて、それもスピードもあった選手なんですけど、そいつの選手に掴まれても引っ張って3人をこう引っ張られて、それを引っ張りながら3人の選手に囲まれて、そこをスルスルっと抜けてゴールまで持っていくっていうのは、この後ろが見てて美しかったっていうか、やられたんですけど、すげえなって思いましたね。そうですね、俺はね、J リーグの中でのスピードは中よりゲーなんですけど、あんま全然速くない方でしたけど、ロナウドはちょっと足の回転が違った。めちゃくちゃ速かったし、強いし、それにテクニックもあるしっていう、こんな選手は止められないだろうなって思いながら後ろから見てましたね。まあそれは本当に生まれ持ったものだと思うし、そういうぶれない選手っていうのはなかなかいないので、それはロナウドはその持ってましたね。こう見た中では、あのセルタ戦で中盤のハーフラインぐらいから掴まれながらドリブルで行って、最後も2人ぐらいこうかわしてペナ外ぐらいから打ったゴールがあるんですけど、それはちょっと真似したりしましたね、学生の時に。はい、やっぱパワーもあるしいけるって思うんでしょうね。だから本当にディフェンスが引っ張ってるのは引っ張られてますからね、それだけ力強さとスピードもあるっていう、もう削って止めるしかないっていうかね、そういう選手でしたよね。いや、もうディフェンスが捕まえづらいんじゃないですかね。やっぱ左で打ってくるか右で打ってくるか分からないんで、どっちとも飛び込められないですし、飛び込んでこなければ普通に簡単に抜けますし、ディフェンスはどっちを切っていいのかも分からなくなるっていうのがやっぱあるので、ディフェンスからしたら難しいでしょうね。まあ大きいですね。もう両足使えるんで、こっちからすれば、あ、縦切ったんだ、あんな左が嫌なんだったら、もう中に行ってズドンって打てますし、で中途半端どっちとも切ってなかったら、今度どっちともいけるので、すごくこう何ですかね、駆け引きっていうのがやっぱ簡単になりましたね。ああ、全然中学校ぐらいまで蹴れなかったですけど、高校からその両足蹴れた方がいいなと思って、自分は左足、今日は左足しか使わない日っていうのをどんどん決めてやってたので、でそれで蹴れるようになりましたね。なんかね、トッティかなんかがなんか言ってたんですよ、 DVD かなんかで。で両足で蹴れた方がいい、でディフェンスも止めにくいからっていうのを言ってて、それを見てやるようになりました。すぐやっぱ蹴れるようになったんで、それを最初中学校の時にこう思ってやろうと思ってたんですけど、もう遅いだろうと思ったんです、その時は。けど全く遅くなかったですね。本当にそこからやってればもっと蹴れるようになったかもしれないし、高校からでも全然蹴れるようになったので、早ければ早い方がやっぱいいなっていうのはその時思いましたね。いや、ただ何でもできた方がかっこいいなと思って、僕は最初何でもできるような選手になりたいなっていうふうに思ったし、やっぱ強みになりますよね。だからディフェンスは何でもできた方が捕まえづらいだろうな、そうなるとプレーの幅も広がるしっていうふうに思ったので、僕はそれを目指しましたけど、これは人にでもよりますよね。ストライカーがいいっていう人はストライカーがいいと思うけど、それをこう止められた時何もできなくなるっていうのが僕は嫌だったんで、はい、やっぱいろんな中盤だったりもするようにやっぱなりましたし、はい。